はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、久々にちょっとね、スマートホームのお話をしたいと思います。ということで、昨年ですね、一回だけね、スマートホームの話をしたことがありまして、スマートリモコン、ココリモっていうものを紹介したんですけども、まあ、要は赤外線を使って、エアコンをつけたり消したりっていうのを、音声操作でできたりっていうのが、まあ、できるね、ガジェットとかを紹介したんですが、今日はですね、そのさらに一歩上を行くですね、まあ、面白いで、まあ、スマートホーム系のガジェットを紹介していきます。一応今回は、予算は1万円以内でも実施可能で、賃貸でももちろん簡単にですね、設置ができるガジェットということで紹介していきます。で、今回紹介していくのがこちらになります。これがですね、まあ、結構スマートホームでいうところの有名どころなんですけども、スイッチボットっていうものですね。今回このスイッチボット、それからスイッチボットリモートボタン、そしてスイッチボットハブミニっていうこの3つをですね、使って、まあ、自宅の家電をですね、まあ、さらにですね、スマートホーム化していこうと思います。今回こちらですね、サンプルの方をメーカーさんに送っていただきました。ではちょっとね、それぞれがどういう役割があるのかっていうところなんですけど、まずこちらからいきますか。まあ、これがね、一番この有名どころのこのスイッチボットっていうものですね。要はですね、何ができるかっていうと、自宅のこの家の電気とかって結構カビにね、スイッチがまあついてて、スイッチを手で押して電気をつけたり消したりっていう風にすると思います。で、これはですね、そういったその物理的なスイッチを自動的にですね、消したりつけたりっていうのができるようになるものになります。これが一番有名なやつですね。ちょっと開けてみましょう。はい、じゃあ開封していきます。こちらが、スイッチボットの本体になります。思ったよりもね、だいぶ小さいですね。裏面にこんな感じで 3M の両面テープが貼ってあって、あとこの両面テープをなんか引っ掛けるやつもね、ついてますね。まあ、これらを使って壁とかこのスイッチ付近に装着していきます。で、この真ん中に、まあ、このスイッチボット の, このカチャンってなる部分がね、ついてるんですよね。これが物理的に動いて、壁の電気のスイッチとかを押してくれるってことですね。ちなみにこれ電池がですね、内蔵されてます。CR2 電池というものがついてるということで、600日動くらしいです。だからまあ、最初から電池入ってるんで、とりあえずはですね、1年以上もう使えますよっていうこと。で、動かなくなったら、まあ、CR2 電池を追加して、電池を交換するっていう感じですね。一応、クイックスタートマニュアルも入ってます。ちょっとこの後ね、やってみたいと思います。次、こちらがですね、スイッチボットリモートボタンっていうものですね。これも開けてみましょう。はい、スイッチボットリモートボタンがこんな感じですね。よいしょ。本当にね、小さいわ。めっちゃ小さい普通のボタンなので、これをカチッと押してスイッチボットを動かしていきましょうと。これも電池が入ってますね。シールを剥がして、まあ、電池が使える状態にして、お、音鳴りました。うん。で、あとはボタンを押して使っていきましょうっていうものですね。で、あとこんなマジックテープが入ってますので、このマジックテープをボタン側にこうつけてあげて、で、もう一個ですね、マジックテープの反対側があるので、まあ、これを壁とかね、押しやすいところに、貼り付けてボタンを押せるようにするっていう感じですね。はい、で、ラストがですね、こちらになります。こちらがですね、スイッチボットハブミニというものですね。これが何ができるかっていうと、これがですね、赤外線のリモコンを一つにまとめることができますよっていうデバイスになってます。まあ、以前紹介したココリモっていうね、やつとほぼ同じ機能が入ってるものですね。で、これが Amazon Alexa、Google アシスタント、Apple の Siri に対応してます。まあ、どの音声アシスタントでも動かすことができますよっていうものですね。スマホのアプリで動かすこともできます。で、例えばエアコンつけてとか、そういうのを音声アシスタントに頼んだりとか、まあ、テレビ消してとか、そういうのを頼めたりとか、まあ、赤外線で動く家電をですね、一括でコントロールができますよっていうものですね。開けてみましょう。はい、出てきました。こちらがですね、本体ですね。あ、結構薄いですね。こちらがですね、スイッチボットハブミニっていうものですね。で、ケーブルがこちらにですね、マイクロ USB になってます。で、付属のケーブルがですね、これマイクロ USB のケーブルがついているので、まあ、こちらを接続して、まあ、USB の電源とかに接続して、これをね、設置しますと。で、あとは専用アプリがあるので、それを入れて、アプリの方で設定してって、使うっていう感じですね。じゃあ一通り開封が終わったので、これからですね、実際に設置をして、スマートホーム化してみたいと思います。特に楽しみなのは、スイッチボット。まあ、これはですね、結構使い方によっては、だいぶ生活がね、変わりそうだなと思いますので、ちょっと本気で設置してですね、実際に使ってみて、感じたことをこの後後半でお話ししたいと思います。ではしばらくこれで使ってみます。はい、ということで今の方にですね、スイッチボット設置しました。
まずスイッチボットハブがですね、こんな感じですね。こちらに設置しました。で、ここに設置すると、はい、ここにですね、エアコンがあるんですけど、このエアコンに直接赤外線が届く位置なので、ここに設置しておくとエアコンもつけられますと。こっちの方にですね、テレビもあるんですけど、テレビとも連携させているので、テレビもあの位置で操作することができます。そんな感じです。ちなみにアプリの方でも操作できるようにしてまして、こんな感じで今 iPhone の方にですね、連携したので、エアコンとテレビもですね、このスマホの方でも操作できるようにしました。で、リビングエアコンっていうのをタップして、そうするとですね、こんな感じで、エアコンの、リモコンがですね、このスマホ側にも出てきます。で、ここで、オンってしますね。はい、今ピッてなったんですけど、はい、こちらさっきついてなかったエアコンの方がつきました。で、オフにしますね。あ、じゃあ次ちょっとオフにするのを、アレクサに頼んでみるか。リビングエアコンオフにして、おー、来た来た。はい、ちゃんとね、止まりました。今、音声の方でも、ちゃんと止まったのが確認できました。で、あとテレビですね。テレビがこのリビングってやつで、この、スマホの方でもですね、リモコンみたいな感じで、テレビの音消したりとか、音量の調整とかも、できるようになってます。テレビ消すのも、音声で消すことができます。テレビに関しては、Fire TV とか Fire TV Cube とかでも、普通にね、音声で消したりできるんですけど、エアコンとかはですね、こういった赤外線対応のデバイスを使うと、音声でもスマホでも操作ができるので、そこは便利かなと思います。はい、ということで、スイッチボットの設置が完了いたしました。とりあえずですね、この部屋、今普段撮影したりとか仕事をしているこの部屋ですね、こちらの方を、完璧ですね、このスイッチボットで、スマートホーム化してみたので、ちょっとお見せしていきます。今、ちょっと暗くなってるのは、これからスイッチボットを使うからですね、全部ですね、手元で操作していきます。いきます。じゃあまずライトつけます。はい、これ撮影部屋のライト。この部屋のライトがつきました。じゃあちょっともう一回消しますね。おー、消えた消えた。今ね、そこにスイッチがあるんですけど、これをスイッチボットが押してくれてます。じゃあ次、撮影用のアプチャーのライトつけますね。いきます。はい、来ました。これはいつも撮影で使ってるライトなので、これでいつもの感じに戻ったと思います。で、これね、撮影終わった時とかも、ライトのところに手伸ばさなくても、スマホでこう、押してあげると、はい、こんな感じで。また真っ暗になってね、消えたんですけど、こんな感じです。なので、この部屋の照明をですね、完璧にこのスイッチボットで動かせるようにしました。なので、かなりね、これ楽になりますね。うん。こんな感じです。どういう風に設置したのかをお見せしますね。はい、ちなみにこちらがですね、いつも撮影に使っているライト、アプチャーの 120D Mark II っていうライトになるんですけど、そのライトの、ボタンのですね、こっち側にスイッチボットをつけてみました。ここがオンのボタンなんですけど、これをですね、ちょっと押してみますね。撮影用のライト、いきます。はい、こんな感じで今消えました。消すことができて、つけるときはもう一回ね、ボタンを押すと。はい、こんな感じでつけることができます。スマホが手元にあれば、スマホでね、手動でこうつけることができるから、このボタンを押すために、ここに近寄る必要がないっていうことですね。これ便利。はい、ちなみに撮影部屋の電気ですね、上の LED の照明なんですけども、ここにスイッチがあって、これをですね、このスイッチボットを使って押すことができます。ちょっとやってみますね。はい、こんな感じで照明今つきました。で、もう一回ね、タップすると、はい、こんな感じで消してくれます。今この操作っていうのは、このスマホのね、このボタンを押して操作したんですけども、もちろんこれ、スマホで押さなくても、時間でね、何時にオンにして何時にオフにするみたいな設定とかもできるので、完璧こう自動化してしまうっていうこともできます。はい、ちなみにいつもの仕事スペースに来たんですけど、ここにですね、今、このスイッチボットのこのリモコンをですね、置きました。で、こちらのリモコンには、これ上下にですね、ボタンがあるんですけど、このそれぞれのボタンにですね、このスイッチボットを割り当てることができます。この上のボタンを押すと、今使ってるこの照明ですね、アプチャーの 120D Mark II のライトが、つきます。で、今ついてるので、もう一回押すと消えます。ちょっと押してみますね。ピッと。
はい、今消えまして、今光ってるのはパソコンのディスプレイの光ですね。で、もう一回押します。はい、で、つきました。っていう感じ、今上のボタンを押しました。で、次、こちらの下のボタンを押すと、この部屋の電気がつきます。で、部屋の電気に関しては、ほんとここに座ってたら絶対向こうまで行かないと、まあ通常は押せないんですけど、まあここにこのボタンがあると、いきますね。はい、今部屋の電気がつきました。なので、アプチャーの電気を消しても、はい、こんな感じです。これがまあ部屋の上からの電気がついてる感じですね。で、普段仕事するときとかね、この電気でやってるんで、まあ例えば、まあ昼間とかはね、特にこの電気つけなくてもいいんですけど、まあ昼間からこう仕事してて、夕方夜になってきてだんだん暗くなってきましたと。ちょっとそれ演出してます。はい、だんだん暗くなってきて、で、この状態になってきたら、まあここの手元のボタンで、はいっていう感じでね、つけることができるって感じですね。はい、これがですね、スイッチボタンのこのボタンを使った場合のメリットですね。まあ、普段届かないところに、まあ、このボタンを使ってね、リモートでこのボタンを向こうの方で押してくれるっていう仕組みを作れるって感じ。はい、ちなみにこちらがですね、この仕事部屋の暖房ですね。まあ、普段使ってる暖房になります。まだ3月はね、この暖房が必要なんですけども、まあ、ここに運転ボタンがあって、これを押してくれるんですけど、ちょっと行ってみますね。暖房ボタン押してみます。はい、こんな感じでスイッチが入ります。で、もちろんね、消すこともできますね。スイッチボットの設置が一通り終わってですね、こんな感じで使うことができました。一応今回は iPhone の方で試してみたんですけど、Android の方でもね、試してみまして、まあ、全く同じ感覚で、ね、使うことができましたので、どっちの OS でも使うことができます。で、あと Amazon Alexa とか、音声アシスタントの方でも、スイッチボットでスキルを検索して、まあ、リンクをすればですね、音声で操作することができましたので、まあ、その辺も設定することで、声でいろいろと操作するっていうこともできるようになります。はい。で、使ってみて気になったところで言うと、このスイッチボットのこのボタン押すやつなんですけど、結構ね、押すスイッチによっては押しにくかったりってことがあります。実はうちのこの電気つけるとこも、まあ、結構ね、位置によっては押せなかったりとかあったので、まあ、最初に設置するときに、まあ、試行錯誤して押せるところを見つけて、設置したっていう感じになります。あと、うちみたいなタイプのスイッチだと、まあ、そのまま押せるんですけど、オンとオフの場合で、カチッとなるタイプの、まあ、こういうスイッチの場合は、まあ、そのままつけても使えないので、まあ、こういったね、これ付属の 3M の引っかかるところがあるやつなんですけど、これをスイッチ側の方につけて引っ張る形で、まあ、スイッチのオンオフをするっていう形にしていきます。うちはそのスイッチがなかったので試せなかったんですけど、場合によってはこういったね、まあ、別のこの 3M の両面テープの方を使って、スイッチを押すっていう設定にする必要もあります。で、まあスイッチボットのアプリがこちらですね。どのスイッチを押したらどのスイッチが押せるのかっていうのは、こう名前をね、つけることができるので、このアプチャー 120T っていうところを押すと、今押しますね。はい、こんな感じで今消えたんですけど、もう一回押します。はい、っていう感じで、ね、スイッチに名前が付けれるので、そこはね、面白いと思いました。うん。で、あとこのリビングのエアコンですね、こちらをタップするともうリモコンのですね、オンオフを、まあ、どこからでもできるようになります。ここでもうリモコンがあるって感じにもできるし、この音声アシスタントでこのエアコンつけたりテレビつけたりっていうのを、使うこともできるようになるので、まあ、ここはね、素晴らしいですね。で、スイッチボットのさっきのボタンはですね、こちらですね、ボタンのアクションを、まあ、それぞれに割り当てることができるっていう感じになります。どこのボタンを押すのかっていうのを割り当てられます。で、スイッチボットハブのミニの方ですね、こちらは今リビングとエアコン、テレビとエアコンですね、こちらをつけてるんですけど、まあ、さらに他にですね、赤外線デバイスがあったらデバイスを追加するっていう感じで、まあ、こんな感じで、まあ、いろんなデバイスのですね、オンオフをスイッチボットハブミニの方で操作をするってことを割り当てることもできます。で、スケジュール設定することで、まあ、どのタイミングで何をしますかっていうね、設定とかを、ここで設定していくこともできます。で、アプリの使用感はこんな感じになります。ということで、今日はですね、スマートフォーム系のガジェットということで久々にやってみました。やっぱね、物理的なボタンを押してくれるっていうね、コンセプトはめっちゃ面白いですね。普通の照明の電源というかね、スイッチをですね、押してくれるっていうのは、今まで考えたこともなかった、この思想というかね、方向性の、ガジェットなので、これは本当にね、便利になるなと思いました。まあ、結構ね、夕方から夜にかけてそこで集中してるときに、この暗くなってきたときに電気つけるために、こっちまで来るのが結構めんどかったりするので、まあ、そういうときに手元のボタンでね、ここの電気つけれるっていうのはね、かなり嬉しいと思いました。ぜひ参考にしてみてください。はい、この動画良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。